パウル・ランゲルハンスパウル・ランゲルハンスは、ドイツの解剖学者、医師。パウル・ランゲルハンスは1847年7月25日に、ベルリンで医師の息子として生まれた。彼は後に、ベルリンにある名高いグレーモノスタリーに入学した。軍を抜いた成績のため、彼は、最後の高等試問を免除された。彼は、イエーナ大学で医学を学び始め、そして、ベルリンの大学で修了した。 1869年2月に、ランゲルハンスは、水臓の顕微鏡的解剖と題した論文を発表し、この中で彼は、水臓の至るところに見られる、周辺の細胞とは異なる染まり方をする、明るい細胞からなる島について研究した。彼はそれらの領域に神経が豊富であることに気づいたが、その機能については、それらがリンパ物士であるという、 誤った仮説を除いて何ら示唆することはできなかった。その一年前、彼がまだ学部課程の学生の時にベルリン大学によって組織された公開競争の中で彼は表皮性細胞についての検討を行った。人の皮膚の神経についてと題された彼の論文の中に記載された神経細胞に似た枝は彼のある細胞は それらの免疫学的な機能と意義が認識されるまでの一世生きもの間にわたって不可解な謎を残した。卒業した後、彼は地理学者リチャード・キーパートに同行してシリア、パレスチナ、西ヨルダンに赴いたが、不屈戦争の勃発によりヨーロッパに戻り、その後フランスで救急隊の部署に勤務した。1871年にルドルフ・ウィルヒョウは、 ランゲルハンスにフライブルク大学病理解剖講座の検視解剖医の身分を用意し、2年のうちに彼は性教授となった。1874年にランゲルハンスは結核を患ったが、おそらくそれは解剖室での彼の仕事のせいであったと思われる。治療のため、ランゲルハンスはナポリ、パレルモ、カプリ島を旅し、スイスのダボス及びシルバプラーナで治療を受けたが、 すべては無駄であり、彼は大学の職を去らなければならなかった。1875年の10月に、ランゲルハンスは、マデーラ諸島の首都フンシャルに向けて、船出をした。そこで彼は、ある程度回復し、相変わらずの活力を持って、新しい職務に就いた。彼は、海洋生物の研究を開始し、漁師たちの漁網をつぶさに調べるため、浜辺へ定期的に出かけた。 海洋無脊椎動物について記述し、分類したランゲルハンスの著作は、彼の科学に対する第三の貢献と位置づけるに、ふさわしい。1887年に、彼は、ベルリンの王立アカデミーでその話題についての講演を、行った。彼は、フンシャルで医師として働き、大部分は結核を患う、人々の処置をした。そして、 ウィルヒョウの保存記録に関する科学論文を発表した。この中には含まれていないが、彼はマデーラ諸島への旅行者のためのハンドブックも執筆し、そして気象学に関する研究も続行した。1885年、ランゲルハンスは彼の患者の一人の未亡人、マーガレット・エバートと結婚した。彼らは結婚旅行としてベルリンに旅行し、ランゲルハンスの父、姉妹、 そして二人の兄弟と生涯で最後の再会を果たした。この新婚夫婦は、フンシャルで最も美しい別荘であり、今では統治者の住居であるクイーンタランバートに、賃貸して住んだ。彼のニーズマの言葉によれば、言葉では言い表せない幸せな三年間が続いた。その幸せは長くは続かなかった。1887年の秋に、新婚生の人不全が、 ランゲルハンスの医療活動に終止符を打った。彼は足の不臭、壊滅的な頭痛、そして一時的な記憶障害を患った。彼はしばしば話の途中で言葉を失い、話し続けることができなかった。ランゲルハンスは1888年7月20日、彼の41歳の誕生日の5日前に尿毒症で亡くなった。彼は彼自身が生前に、 隔絶された、静かな、休むのに良い真の墓地と言って選んだ、マデーラの英国共同墓地に埋葬された。ありがとうございます。